はいどうも、料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今日は、レンジでですね、超簡単に作れる、イタリアの郷土料理ですね、カッチョエペペっていうスパゲティを、作っていきたいと思います。はい、材料ですが、パスタ、今回ね、5分茹でのものを使用します。こちらが 100g になります。あとは調味料、はい、チーズとかバターとかを使います。ではですね、まず、スパゲティですが、これ、ね、半分ずつの方がやりやすいので半分ずつ、やっていきます。これをですね、耐熱容器に、収まるようにですね、半分に折っていきます。はい、こんな感じですね。半分ずつの方が折りやすいです。もう半分折っていきましょう。はい、はい、そこにお水、280cc です。入れます。バターが、20g。あと お塩、2つまみぐらいですね。あとコンソメです。小さじ半分です。これをラップせずレンジで、10分、加熱します。600W ですね。はい。ではレンチンできました。こんな感じになります。ここにですね、粉チーズを大さじ2強ですね。1チーズのパスタなんでね、結構入れちゃって大丈夫です。はい、これで混ぜ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 します。チーズの匂いがすごいな。そうしましたら盛り付けていきたいと思います。で最後に追いチーズ、あとブラックペッパー、これ粗挽きの方がいいです。こちらをたっぷりね、結構チーズ味が強いので、黒胡椒たっぷりたっぷりかけてください。はい、これで、レンジを作るカッチョエペペ完成です。はい、それではですね、出来上がりましたので早速食べていきたいと思います。このチーズと、黒胡椒もたっぷりかかっているところです。めっちゃうまい。チーズがうまいです。で、チーズのコクがあって、黒胡椒がそれを、緩和させてくれてます。これね、めちゃめちゃうまいです。で、めちゃめちゃ簡単なので、調味料とパスタだけでできるので。ワインとかの方がいいかな。なので、皆さんぜひ、簡単にできるのでね、作ってみてください。それでは、今回のカッチョエペペ、美味しそうだなとか作ってみたいなとか思われましたら、ぜひですね、高評価、また、チャンネル登録、をよろしくお願いいたします。